はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、僕が住んでいるこちら川崎の地で有名なデカ盛り店があるんですけれども、僕がですね川崎に越してきてから数年来れてませんでした。ということで本日はですね、こちら新生さんというお店にお邪魔しております。こちらのメニューなんですけれども、店頭にもある通り一番有名な看板メニューがチキンチャーハンという、こちらですね YouTube の方で新生さんと調べていただけたら、もう1キロを超えるねチャーハンが有名ということで、いろんな YouTuber さんが訪れているんですけれども、僕はですね今回そのチャーハンを大盛りで頼みつつ、他メニューなんかもねいろいろと楽しんでいこうかなと思っておりますけれども、ちょっとこんな感じでですね、美味しそうなメニュー多すぎるんですよ。名物のチキンチャーハンをはじめとしてニンニクラーメンであったりとか、それ以外にもですねお得な定食で、川崎といえばの餃子ですね、ここら辺を今日はざっと注文していこうかなと思います。もちろんねこういったメニューなので、本日の動画はノンアル付きで挑ませていただきます。ちょっとですねこのチャーハンも大盛りがあるということで、せっかくであればね並盛りと大盛り画面に映してどれだけ違うか見比べたいなというところで2つ頼んだんですけれども、チキンチャーハンを並盛りと大盛りを1個ずつ いただいていいですか。はい、すいません。今ですねちょっとお店の方にお伺いしたんですけど、このチキンチャーハン並盛りでもご飯が 500g、 まあもうそれだけでも普通の定食屋さん、飲食店さんのご飯の量でいうと並盛り2杯分ぐらいあるのかな、それ以上あるかもしれない。なんだけれどもこれを大盛りにするとご飯が 700g に増えるということで、おそらくだけど、チキンが増えなければ 1.45kg かな、1個大盛りで重量があるかなという感じで、今注文した量でいうと多分総量で 3kg ちょいちょいなのかな、おそらくね余裕があると思うので、この後もうちょっとね定食とかも頼めればなと思ってはいるんですけども、一旦様子見て。ありがとうございます。うわうまそう、ありがとうございます。ということでですね、本日注文したメニューが、もう完成早いです、むちゃくちゃ早い。ひとまずですねラーメンは、まだ来てないんですけれども、やっぱ出来たてを食べたいということで、今回ねここちょっとわかります、チャーハン、こちらが大盛り並盛りと、でそれ以外にもこの手前の方にですね餃子、大皿餃子ですね、来ております。早速ね出来たて食べていきましょう。いただきます。ただやっぱりねご飯が 200g 違うってことなんだけど、どうですかね、画面越しで伝わってますか、ご飯の量はやっぱり明らかに変わってますね。じゃあちょっと大盛りは取っときつつ、ひとまず並盛りからですね。うわチャーハンマジうまそう、うわいい香りすんな。チャーハンいただきます。うんまうわ、うーんああ、あ体に馴染むな、うまい、油感もあるけどちゃんとパラパラしてるし、うん、うまい、またこのナルトがいいね、うまい。でちょうど今これニンニクのねラーメンが来たんですけど、やっぱりね皆さん気になるのがこのチキンじゃないですか、これ。うわこのチキンもだいぶでかいっすよ、すげーうまそう。うん、ニンニクが効いてるクリスピー系だね、もうサクサクカリカリ、あこれうまい、これはすげえうまい、うんまっ。一旦あれか、出来たてのラーメンも食べなきゃだよね。あすごいな、もうこのスープ、湯気からニンニクのいい香り、ちょっといただきます。あーうまっ、あ
え、全然想像と違う。美味しい。ニンニクが効いてるからガツンとはしてるけど、甘みも強いし、しょっぱみもあるし、なんか癖になるな。うわ、白いご飯頼まなかったのミスだな、これ。ちょっと麺、麺。うわ、これやばいっすね。うわ、この甘じょっぱい感じたまらんな。ちょっと出来たての餃子行こう。ダメだ全部行ってたら餃子が冷めちゃうから。うん、これ正直なんですけど、今までこの川崎に越してきて数年来てなかったこと悔やむぐらい。このね、新生さんのいわゆる本店さんなんだけど、今日来てるのが、その道へ向かいになると産業道路って言って大きい通りがありまして、その向こうには工場がかなり多い地域なんですよ。だからね、昔からこの工場で働いている方であったりとか、あとは運転手さんね、そういったこの力を使うようなお仕事をするお客様が昔から常連さんで多いみたいなので、こういうね、量もあるしスタミナがある料理がやっぱ人気で多いっていうのはわかるんだけど、結局ね、まあいろんなラーメン屋さん、中華屋さん回ってますけど、こういう味がね、一番体に馴染みます。最高にうまい。ちょっと先に麺全部食べちゃってよ、ちょっと合わせて残ったスープは汁物としていただきつつ、チャーハンかな。そしたらちょっとチャーハン行く前に一回追加するかね。そしたらこんな感じでね、ちょっと追加もしましたから、ここで少しね、川崎流の餃子の食べ方ということで、これ実はですね、川崎にも、このご当地のように餃子の会っていうこの地元が推してる食べ方、協会がありまして、川崎が推してるのがこちら、味噌ベースのタレなんですけれども、おすすめの割合としては餃子味噌7、酢2、ラー油1の割合でね、割ったこちらですね、つけていただくのがおすすめということで、ちょっとこれでいただいちゃいますか。この食べ方がね、またお酒にめちゃくちゃ合うんですよ。あ、うまい、うまいな。この餃子の肉汁と野菜感とね、そこに合わせる味噌、うまい。で、やっぱりね、ここで注文したこちらですよ。いや、今日の撮影めっちゃ幸せだな。ちょっとこのノンアルで腹いっぱいにしないように気をつけないと、全部の料理がこのアルコール味に合います。もう今日はね、いろいろと頼んでますから、こういうね、ちょっと贅沢でわがままな食べ方しても OK ですよね。
あ、じゃあラーメン屋さんでね、餃子頼んだ時の僕の定番ですね。いや、ちょっともうこれもうまいよ。正直今回はね、やっぱりこのデカ盛りのチャーハンっていうのが YouTube でもねいっぱいあって、やっぱデカ盛りがあるっていうところで正直気になったのが第一だったんだけど、今日改めてですね、こういっていろいろ単品種類頼んで食べ比べしてますけど、本当にね美味しさとして来てよかったなってなってる今。今日ね、並盛りと大盛りの差を移したかったからチキンチャーハンね2つ頼んでますけど、そうでなかったら焼きそばも太麺でうまそうだし、天津丼に中華丼、それ以外にもね、この神奈川横浜といえばのサンマー麺もあるし、もういろんな頼みたいものがあるんですけれども、そんなお話をしている中来ました、麻婆豆腐の定食と春巻きの単品ということで行ったんですけど、麻婆は麻婆でいただきつつかな。うわうまそう、わ豆腐も大食いだわこれ。甘辛いタイプ、これライスに合うよ。でもしっかり辛みもあるからお酒も飲みたくなるな。まあちょっともう残ったお米全部投入しつつよ。あ、すごい、でも食べ続けると辛みが際立ってくるな。うわこれうまい。個人的にはですけど、今日食べた中で言ったらお酒飲む際にはこの麻婆が一番合うかもしれないな。ちょっと春巻きもいっちゃいますかこれ。ガッツガツだけどうまっ。うまいな。そしたらせっかくなんで、このまま大盛りのチャーハンもそのままで食べきるのではなくて、こちらにね麻婆豆腐がありますから、これをちょっとチャーハンに合わせましょう。これできれば皆さんにも一緒に合わせてもらいたいはもらいたいけど、でも普通の方は並盛りのこのチキンチャーハンでも麻婆と合わせるのは食い切んねえか。ぜひね、あの2人以上とかでの新生さん来た場合にはチャーハンと麻婆を頼んでみて、これ合わせてほしい。いただきます。いただきます。いやこれはやっぱちょっとこの量食べるんだったら1本じゃ足んない。
したらあとは完食まで一気にガッと食べ尽くしちゃいましょうか。はい、ということで本日はですね、こちら新生さんで看板メニューにもなっておりますこのチキンチャーハン、並盛りと大盛りいただいた後にですね、いろんな単品メニューも追加で注文させていただきましたけれども、最高にうまかったです。本当にですね、このホッとするような町中華の良さもありつつ、いろんなメニュー進化したね、この新生さんだけの味付けで提供されるいろいろな美味しいメニューもありましたし、やっぱりね、今回の撮影楽しかったんだけれども、せっかくであればお酒も飲みたいなと思うようなですね、もう本当に美味しい味付けばかりでございました。川崎市内にはですね、店舗が3店舗ほどありまして、もうこのね、市民からするとご当地グルメというか心の味というか、でも本当にですね、地元の方に愛されるような名店となっておりますので、皆様もですね、川崎に来る際にはこちら新生さんでね、美味しい料理たくさん食べていただけたらと思います。ただ、まあ、僕はね、今回こんだけ食べましたけれども、通常のチャーハンでもチキン込みで約 1.2 キロほどあるということなので、注文の際にはお腹に気をつけて、お腹と相談してしっかりとご注文してみてください。